武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は順天堂大学の世界史の勉強について話していきたいと思います。世界史ですが、時間60分で大問が5題出題されています。で、まあマーク方式ですね。で、まあ正誤問題などが結構出やすく、まあ誤りを含むものを選びなさい、だったり、間違ってる文章をどれか選びなさいみたいな形ですね。で、知識そのものとしては、まあ一通りの通知がちゃんと入って整理できていれば十分対応できるので、日大レベルの参考書ができていれば十分でしょう。ただ一個一個の知識、正確な、まあ、紛らわしいものとかを結構聞いてくる、ところが多いので、まあ、文化史だったり、あとはもう世界史の一個一個の、話も、こことここは結構似たような言葉多いよねとか、どっちだったっけみたいなことを聞いてくるのが、多いので、まあセンター試験の道、などだったり、でちょっと知識の整理をしておくと、まあセンターの過去問でもいいんですけれども、まあそういったもので、まあ、問題で実際ちょっと聞かれて、あれどっちだっけっていううろ覚えになっている部分を、探り当てるというか、いう練習をするように心がけてください。そして結構近現代史、出題率が高いので、まあ、特に現代史ですね、戦後以降の範囲とかの、まあ、事項の整理ですね、ちゃんと行って、おきましょう。特にまあ現役生の場合だと、そのあたりがまあ学校の勉強でもギリギリになっているケースというのはかなり多いと思うので、自主的にちょっと強化して勉強しておかないと、まあ、最後間に合わなくて、そこで落としちゃうみたいなことがありえますので、まあ、苦手分野を作らずですね、全範囲まんべんなく学習するように心がけてください。まあ、範囲として、西洋の方がちょっと多めに出ているというところはあるんですが、ただ結局西洋しか出ないみたいなこともなく、多めであるぐらいのものなので、全分野ちゃんとまんべんなく基礎を仕上げるように心がけてください。で、年号など、もしっかり入れておいて、まあ、知識を、まあ、抜けがないように心がけておきましょう。以上が世界史の勉強となります。